まずセイラちゃんのクラブセッティングを、はい、今日紹介したいと思います。まずドライバーかな、うん、ドライバー、これドライバーがエピック。これはメンズだね。メンズ、ミエハって R シャフトのミエハいけると、 R シャフトの 10.5 ですな。これはこの間ね、練習場で振ってたやつ。これで続きましてが5番目が5番ウッドで、それも5番ウッドエピック。これはメンズ、うん、これレディースの A シャフト。これはレディースなんですね、うん、だからこっちのが好き、こっちのが好き。ユーティリティ、ユーティリティが U4、U5、U7。これは全部ゼクシオなんだ。ゼクシオで U7 だけゼクシオ8がないからってことでないんで、ゼクシオ8の U4、U5、9、うん、の U7。 はい、で靴下履いてる全部一応なこだわってんねん、靴下に。7番とね、アイアンが7番から789P までなアイアンだね。そう、アプローチが A はそう50度と56度。アキラです、アキラで、アイアンがちょっとメーカー違うね、うん、アイアンも一応キャロウェイのビッグバーサー、うん、の新しいやつ、2016年か。これレディースだね、うん、レディース L シャフト。これは好きなのが残ったのがこれだったのかなあ、いや、これだけ好きなの残ったんがここで、うん、あと変えたんだ最近。そう、最近変えて、で、変えたから変えて、で、誕生日にいただいて、で、9番アイアンを折れちゃってで変えた、一言で言うなら自由なクラブセッティングやりたい放題です。そうだから結果アプローチは S シャフト入ってて、うん、アイアンが L で、これは L のカーボンで A の A のメンズ R くちゃくちゃ、シャフトも自由自由ゆいちゃんのクラブセッティングを紹介したいと思います、はい、さっきね、こう変えたばっかりでね、そうなんですね、あの私が前に紹介したオノフの最新ですね。最新です、パワートレンチ。しかもさっき気づいたんですけどカラーがなんと私と一緒、イエーイ、黄色のこのなんていうんですか、白いシャフトのと、これ結構色選べて、そうだよね、そうそうそう、カスタムがすごいできて。なんでこうこの色にしたんですか。まず黄色が私のテーマカラーで、うんうん、でプラス白が好きで、多分あ白黄色これだと、うん、でここのは黄色にしなかったんだね。そう、なんか怖くってやっぱ怖くってあのなんかね、まだ初心者じゃん、うん、なんかすごい全部黄色とか全部変えてて超こだわり強かったらうまいじゃんってなっちゃうから、ちょっとここだけにしようかなみたいな。ここカスタムせず、なるほど。で紹介していきます、うんうん、まずドライバー純正のだね、純正の A シャフトです、うん、シャフトです。
はい、で次が5番ウッド、うん、U5 U は1個かな、 U は1個、 U は1個、うん、でその下が7番8番9番、うん、PAS、うん、まで純正の A シャフトオノフの入ってます、うんうん、前 L だったからちょっと触れるようになって A にしたんだよね、うんうん、であとちょっとすごい不思議なのが1個入ってましたですねこれ賛否両論で、ね、私あんまり見たことないんですけど、リンクス、リンクス、そうこれなんかずっしりの始めた頃はバンカーが出なくって、でこれいいよって言われてこれいただいたんですけど、出るようになった、そしたらこれ1回でバンってドンって、重みで勝手にドンドスンって出るようになって、そうでもそれのせいで多分 L が逆に柔らかくなっちゃった、うん、だからどっちかにした方がいいよって言われて、まあバンカー今後多分 S でちょっと練習しようかなとは思ってる。なるほど、やっぱりこれの方が出る、でもねバンカーとかいいと思うよ、やっぱ重さでドンって飛ばすものじゃないから、うんうん、出目玉とか得意、壁にこう叩きつけてプスンっていくから絶対に出る、だからこっちだと負けちゃうかもね、うん、ちょっとなんか腕でいきそうにって、ゆいちゃんのね、はい、クラブセッティングでしたなりました。はい、苦手なショットって何かありますか？ショットバンカー、バンカー、あートップするのかダフるのかが分からなすぎて、おあと上げたくなるし見たくなるしでも打ちたくないしとか、もう気持ちが落ち着かない、うん、もう嫌そうだと思って入った時ね、うん、もう分かんない前半1回入った時に、うん、あの嫌そうだなって言ってたそう、もうほんま苦手、なんていうの、砲台グリーンみたいな、あのアプローチでこう登ってる時、あピンが見えないとか、ピンこうやってこうやってこうすくい上げるのができないから、で打っちゃってピンでクツーっていっちゃってオーバーとか、砲台グリーンが苦手、砲台グリーン登り見えない時、なるほどね、打ち下ろしの方が得意、見ちゃうってことね、うん、ピンを見ちゃうと取るかな取るかなって分かんないみたいな、マイちゃんは、私は左を狙わなきゃいけないのが全般苦手です。左ね、ピンが左に切ってあることとか、ドライバーショットでちょっと左を向いて振らなきゃいけないとか、ちょっと私と似てるかもしれない、すごい苦手、ね、悩みがあるある、全然違うね、悩みが ねはい、お疲れ様です、お疲れ様です、まいちゃんはいの、これあ、こっちじゃん、こっちじゃない、クラブセッティングを紹介したいと思います。はい、すごい、まずクラブの前に気になるのがこいつ、こいつねこいつはあの高い高いヘッドカバーじゃないですか。そうなんですよね。何でしたっけ、何でしたっけ名前。モンジー。モンジー。ちょっとこのミッキーちゃんに一目惚れして。へえ。可愛い。上から順番にいきます。はい。ドライバー。はい。三番ウッド。はい。四番ウッド。七番ウッド。七番ウッド。七番ウッド。うん、でこっちが4番ユーティリティ、4番ユーティリティ、5番ユーティリティ。でここまではタイトリストの V3 でですね、全部統一されてますね。そうです。シャフトしなくて、うん、そのまんまを言ってる A ですね。A だ。みんな L じゃないのね。やっぱ力強い女子なんで。アイアンが6番から、はい、6番から入ってます。6番でこれも同じ VG3 で6、7、8、はい、9P、A までかな、はい、がタイトリスト VG3 です。で最後がタイトリストの56度、はい、ボケボケ、すごい、なんかすごいの使ってますよボケ使ってる女子なかなかいないですよね。でシャフトも割と重めの65、すごいね。タイトリストは何で、理由はあるんですか。なんか
ヘッドスピードとか測ってこう見てもらった時にクラブ買う時に、うんうん、私その時に合うって言われてたのがキャロウェイかオノフって言われて、うん、私はどっちも嫌だと思って、なんか女子っぽいなって思ったの、うん、オノフとかキャロウェイが、ね、もっとなんかもっとこうアスリート感ある感じ、そうそうそう、えっていうの使いたくて、でその時女子で確かタイト初めてこれ出した、そう出てて、まだ私には早かったんだけど、いや私はこっちがかっこいいからこっちがいいって言って、じゃあもう見た目と見た目となんかそのネームとそうだけかっこよさだけでだけでなかなか新しい気分からですおって言われた、でも最初全然当たんなくて、その前が私はずっとヤマハのインプレス使ってたから、私と一緒だ、全然当たんなくなったけど、まあなるほどね、はい、でも今もう会ってきて、うん、今やってきてなんとかすごくいいですね、見た目で選ぶ、かっこよさで選ぶ、はい、私はこれに自分でなれると、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。左池に結構入りやすいので、はい、右目がいいです。わー、右すぎたからやばい、これはやばい、大丈夫、あ、でもあれ見て大丈夫かな、よいしょ、これ大丈夫、おお、あ、なんかキックした、キックし、あれ大丈夫、大丈夫そうです、よいしょ、イエイ、完璧、よし、よかった、ナイス、左のバンカー方向です、やめてよ、あ、止まって、大丈夫、大丈夫です、お、いいよ、これも、大丈夫、お、右に跳ねたけど止まった、バンカーの横です、あ、止まれ、あ、お、あ、止まれへんかったかも、セラちゃん、これもしかしたら、やだ、よしよし、7番正解です。短く持って。下に粉がやっちゃった。ね、もうちょっとほんまに嫌や。大丈夫、出るよ。投げない、見ない。おー、では皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。